マルコ・ベロッキオは、イタリアの映画監督、脚本家である。1939年11月9日、ピアチェンザ・ケン・ボッビオで生まれる。ミラノで哲学を学んでいたが、映画に転校。1959年から、ローマ国立映画実験センターで、映画制作を学んだ。1965年、ポケットの中の握り拳で、映画監督としてデビュー。 1967年の中国は近いは第28回ベネツィア国際映画祭で審査員特別賞と国際映画批評家連盟賞を受賞した。1968年にはイタリア共産党に入党している。その後、精神医のマッシモファジョーリと知り合い、作風を精神分析的なものへと変貌させる。 マルーシュカデートメルスを起用して、レーモン・ラディゲの同名小説を大胆な解釈で映画化した、肉体の悪魔や、ベアトリス・ダルが自身を魔女と称す女性を演じた、サバス、日常的な会話を止め、舞台言語だけを話す男を描いた、蝶の夢が、その代表作である。また、1991年には、ラ・コンダナが第41回ベルリン国際映画祭で、 審査員グランプリを受賞している。2000年代からは作風を再び社会的、政治的なものに戻し、1978年に赤い、旅団が起こした、アルドモーロ元首相の誘拐殺人事件を扱った、夜よ、こんにちはやベニーとムッソリーニの最初の妻を描いた、愛の勝利をムッソリーニを愛した女といった作品を発表し、いずれも高い評価を得ている。 2011年、第68回ベネツィア国際映画祭で栄誉金志士賞を受賞。2012年、尊厳死について扱った眠れるビジョンを発表。同作は、第69回ベネツィア国際映画祭や第25回東京国際映画祭で上映された。2015年には、L、ウルティマ・バンピロが公開された。ありがとうございます。